こんにちはデボックス株式会社です。We are Revox! さて、デボックスの動画が新しいシーズンとなります。From now, the new series is、starting. s t a r t i n g 私、サイグサが日本語を担当させていただきます。And me, Raymond, is in charge of the English v e r s i o n よろしくお願いいたします。Nice to meet you! こんにちは。レボックス株式会社のサイと申します。これからは日本語でレボックスの会社紹介を始めていきます。改めまして、レボックス株式会社と申します。設立が2001年の1月4日でして、本社が神奈川県の相模原にございます。こちらは生産部門と管理部門の 拠点となっています。横浜事業所では我々営業部と開発部門が活動しています。従業員数は現在72名です。次に右側の遠隔に移ります。我々は設置当初から LED 製品を提供しております。また2005年には世界初の検査用 LED ライン照明である SPX シリーズを販売開始いたしました。2010年には、ファイバーを引き回してお使いいただく、ボックスタイプの LED 光源の SLG シリーズを販売開始いたしまして、こちらは先に述べた SPX シリーズとともに、弊社の日本柱となっています。2012年には、当時、三菱ケミカルグループのミスゼリー社から、検査装置事業を 承継し、一時期弊社も傾斜装置事業も行っておりました。2015年には CCS 社と共同で開発をした SLG150V シリーズを販売開始しました。こちらは現在に至るまで弊社のベストセーラーの一つとなっています。またこちらのシリーズから金赤外のボックスタイプの光源も提供しております。 我々は産業と農業と医療の3つの分野で活動をしております。割合としては産業7割、農業2割、医療1割となっています。メインの産業用途におけるアプリケーションはこちらです。高機能フィルムはラインカメラとともに我々のライン照明が多く活躍しております。他にもソーラーパネルや 航空機関連ですと炭素繊維の検査で弊社のライン証明が用いられています。IR 光源は半導体の上ハやアライメントマークの撮影でご使用いただいています。最近ですと EV 関連だと電池のセパレーターの検査でお引き合いをいただくということが多くなっております。こちらが 弊社の海外のネットワークです。現在はアジア圏中心となっていますが、ヨーロッパやアメリカに展開をしていくための準備を進めております。また、ラスター様、エンビジョン様、リンクス台湾様は、LINE カメラ世界最大手であるテレラインダルサシャーの代理店さんとなっておりまして、我々の照明と組み合わせて、 ご提案をしていただく場面が多くございます。こちらが我々のライン証明である SPX シリーズのラインナップの一覧です。高軌度、高均一、高速パルスの参考だけでなく、これらすべて自然空冷筐体で実現しているといったことが強みとなっています。 こちらがボックスタイプののの SLG シリーズの光源の一覧です特殊技術を搭載しているだけでなく我々は UV から近赤外に至る幅広い波長のラインナップの LED 素子を SLG シリーズに搭載してそれぞれのお客様に合った製品をご提案できるといったことも強みとしております。 以上がレボックスの会社紹介とさせていただきました。何か製品でご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご相談いただけますと幸いです。ここまでご清聴いただきありがとうございました。